こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、ビジネスで仲間って大事だなってことをね、ちょっとお話しするときに2つの要素をね、お話ししようかと思うんですよ。仲間って大事だなって思うときの一つ、特にビジネスをしたり何か目標をですね、追いかけてるときに、やっぱり仲間は必要だと思うんですよ。ただですね、何か結果を出すまでは仲間はいらないのかなと思います。自分にこう、ね、先生が、師匠がね、いればそれでいいのかなと思うんですよ。で、結果が出てから仲間っていうのが大事だっていうことが言えるのかなと思うんですよ。というのはですね、やっぱり仲間を作ろうと思っても、どう考えるかっていうと、自分に役に立つ人を仲間にしようと思うんですよね。自分に役に立たない人を仲間にしようなんてなかなか思わないんですよ。あ、この人勉強になるな、参考になるなとかね、助けてくれるなっていう人を仲間にすると思うんですけども、肝心なのは自分が相手からそう思われてるかどうかってことなんですよね。往々にして自分が何の結果も出してない、人脈もない、影響力もないで、ビジネスで成功もしてないのに、人にはそういうのを求めてしまうんですよね。やっぱり向こうは向こうでなんかね、こう思うことがありますから、何の役にも立たない人を仲間として迎えてくれるのかなと思うんですよ。迎えてくれるとしたら、お互いこう傷を舐め合う関係の仲間っていうのはね、愚痴を言い合ったりとか、なんかね、ずるい仲間っていうのはいるかもしれませんね。だからそうではなくて、お互いに高め合えるとかね、お互いに、例えばなんか商品を紹介したりとか、ビジネスをこうなんか教え合ったりとかね、学び合えるような、そんな仲間がいると切磋琢磨していいんではないかなと思います。これがビジネスにおける大切な要素の一つですね。で、もう一つっていう、もう一つがね、こっちの方が私は大事かと思うんですよ。仲間に対して恥ずかしくない自分でいるってことですよね。何でもかんでも実績を作ったりビジネスで成功すればいいってもんではないと思うんですよ。やっぱり仲間がですね、自分のことを、久保さんと仲間ってことがバレたらちょっと恥ずかしいからやめてよみたいなことではなくて、堂々とね、あなたは自分の友人ですと言えるような、そんな仲を作っていかなければならないと思うんですよ。だからやっぱり私が例えばね、ずるいことをしたりとか、インチキをしたりとか、何か踏み倒したりとかしていったら、当然私のことを仲間だと思ってくれる人はいなくなると思いますし、私がね、その速稼塾っていう塾をやらせてもらってますけども、これが何年も続くわけはないと思ってるんですよ。まあでもね、今でも速稼塾ってものに参加してくださる方がいるっていうことは、相当考えてリサーチして裏付けを取って、いろんな方のね、情報を聞いて検索して、で、久保哲郎と人間、速稼塾っていう人間を評価した いただいた上で、速稼塾はまだ入れますかっていうメールをね、くれると思うんですよ。何も分からずに、何の判断もできないのに、適当なノリで速稼塾っていうのはどういうものなんですかっていうのはなかなかないと思います。相当ね、考えに考え抜いて、費用ってかかるのかな、本当に結果出せるのかなみたいな感じで、すごくね、心を心配させてとかね、いろんな不安を抱えながら勇気を持って連絡してくださると思うんですよ。だからそういった意味でも、売れれば何でもいいやとかね、売り上げ上がれば何でもいいやではなくて、ビジネスをするときによく考えがちなのは、勘違いしがちなのは、私はこうは思わないぞって思ってるんですけども、それは自分の売り上げがどうなのかってことが大事なんではなくて、自分を頼ってくれた人のね、自分を頼ってくれた人のお金がちゃんと増やせているかどうかってことが、私にとっては第一のミッションなんですよね。いわゆる速稼塾だって曲がりなりにも稼ぐ塾ですから、稼がなかったらダメですよとまでは言わないですよ。稼ぐ意思のある人は稼がせます。だから速稼塾では例のやつっていうのが一発目に来るわけですよね。例のやつでお金増えるわけじゃないですか。で、その上でその例のやつで増えた分を加速したかったら、投資で自分で稼ぐ能力身につけましょうとか、アフィリエイトで紹介が出せるようになっていきましょうとか、こうトークスキルを磨いてね、いろんな人に自分の思いを伝えれるような YouTube 発信ができるようになっていきましょうみたいなことをやるんですけども、結構めんどくさいですかね、その辺は。めんどくさくてもいい、稼ぎたいとか、自分の人生変えたいと、自分の人生は大きく変えるのは確かにめんどくさいんだとかね、手間がかかるんだっていうふうに責任を持てる方には、私もね、命をかけるつもりでやらせていただきますけども、特に何もしないし、特に頑張るわけでもないし、なんとなくやってたら儲かるんじゃないとか、速稼塾に入ったらよくわかんないけどお金は増えていくんでしょっていう方は、ちょっとね、協力のしようがないですよね。だから、そういう方はなかなか他の方からも仲間とは思っていただけないのかなと思っちゃいます。はい、今日の動画のまとめになりますけども、やっぱり自分がね、誰かの仲間と思ってもらおうと思うと、自分が確かに役に立てる人、とんずらかますようなことではなくて、とことんまでね、責任を持って寄り添っていくっていうことが大事なんだと思うんですよ。特に速稼塾に関わってくださる方っていうのは、自分のね、できればですよ、できれば自分の身を犠牲にしてでも仲間を守りたいと思ってくれてると思うんですよ。
で、実際自分の尻に火がついたら仲間なんてほったらかしてね、逃げる人はそれはいるかもしれませんけど、それはもう仕方ないんですよ、そういうのはね。そういうのは仕方ないんですけども、志だけでも自分は不倶戴天の思いでね、絶対に、逃げないぞって、そういう思いで、いてくれると思うんですよ。で、まあ、いざとなったらね、それは分かんないですけども、そこまでは責められないですからね。やっぱり自分の身を滅ぼしてまでなかなか人のために尽くせるっていうのは、これなかなかね、高いレベルのことなんで、難しいと思いますけどもね。少なくとも自分の人生からは身をかわさないというかね、逃げ出さないような、そんな生き方ができるんではないかなと思うんですよね。はい、仲間は大事ですけどもね、仲間と思っていただけるような自分になっているかなとか、その仲間にとって自分は恥ずかしい存在でいないかなってことをね、この2つを今日はお話ししましたけど、皆さんどうお感じでしょうか。それではね、また皆さんと別の動画でお会いしましょう。では失礼します。